下弦のガツの雫は、柴咲コウのレイ名義での2作目のシングル。2003年1月15日発売。発売元は、ユニバーサルミュージック。映画、光線が襟の劇中歌、主題歌として使用された本作。同映画での役柄である歌手、ルイとしての楽曲であったため、役名名義での発売となっている。なお、柴咲の歌手デビュー作は、前作のTrust My Feelingsである。本作は、映画公開3日前に発売され、発売週のオリコンシングルチャートでは14位に初登場した。映画自体は、本来3週間限定の公開予定で、主題歌である本作とともに、大きな宣伝がされなかったが、内容が大きな反響、興行収入を呼び、通常公開となった。本作の売り上げも映画同様に当初からの爆発的なヒットではなく、少しずつ人気を集める。テレビなどで披露されることが少なかったこともあり、歌っている姿を見に劇場に足を運ぶ観客もいた。映画、主題歌が相乗効果でヒットする形となった。本作の売り上げはオリコン集計で約83万枚となった。公開後の翌週に5位に上昇し、3.4 週目は2位、発売5週目に1位となる。オリコン10位以内に7週連続でランクインした。累計出荷枚数は90万枚となっている。役名名義のオリコンシングルチャート1位は、桜庭雄一郎の一人ぼっちの歯ブラシ以来約1年半ぶりの記録であった。映画の役名名義では、イエンタウンバンドのスワローテールバタフライ愛の歌以来約5年4。4ヶ月ぶりの記録である。また、単独の役名名義では、史上初である。歌詞カードには、柴咲コウという表記は一切ない。2007年に、徳永英明がカバーし、同年8月15日発売のアルバム、ボーカリスト3の11曲目に収録されている。当初柴咲は、歌手デビュー曲である前作が不調に終わったため、歌手活動に乗り気ではなかったが、本作のヒットにより、女優業と並行して歌手活動を継続していくことを決意し、その後も多数のヒット曲を世に送り出すことになる。日本最大手のレンタル DVD ショップTSUTAYAの1983年創業以来、最もレンタルされたシングル CD を集計した際、同曲は第8位と高順位にランクインした。ちなみに、柴咲の代表曲であり、同曲に次ぐヒットとなった。形あるものは第14位にランクインしている。全編曲、松本良紀月の雫風の果て涙月おぼろ。ありがとうございます。